皆さんこんにちは、なおこです。皆さん、なんと1週間前に私のチャンネルの登録者数が1万人を超えました。そう、1万人を超えました。もうね、本当に本当に本当にびっくりしています。本当に本当に皆さんありがとうございます。もうね、びっくりしすぎてまだ信じられないです。そう、本当に皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。そう、今日は皆さんに私のチャンネルについて話したいと思います。そしてコメントにあった質問にも答えたいなと思っています。最後まで見てくれたら嬉しいです。そう、じゃあまず私のチャンネルについて、話しますね。そう、まず私は資格を持った日本語の先生ではありません。普通の日本人です。そう、だからこのチャンネルでは日本語の文法や、日本語のテスト JLPT について何か教えることはありません。そう、本当は教えることができたらいいんですけど、今は教えられません。でも日本語の先生の資格がもらえるように少しずつ勉強しています。そう、私のチャンネルでは皆さんがリラックスして楽しく見れる日本語の動画を作りたいと思っています。そう、なんか勉強っていう感じではなくて、リラックスして、そしてお菓子を食べながら見れる日本語のビデオを作りたいです。でも全部日本語で話すので、日本語の聴解、日本語のリスニングの勉強に役に立てたらなと思います。そう、だからちょっと日本語勉強疲れたとか、今日は疲れたっていう時も日本語のリスニングの勉強になるような、そんなビデオを作りたいです。勉強するぞっていう感じではなくて、リラックスしながら、日本人の友達と話しているような感覚で見てくれたら嬉しいです。そう、あとは日本の文化とか日本の生活とか、まあ、日本に関係することをいろいろ皆さんに紹介したいと思っています。今はスペインに住んでいるんですけど、もうすぐ日本に帰るので、日本の生活とか日本のことについてもっともっと紹介したいなと思っています。もうね、本当にいろいろ皆さんに紹介したいことがたくさんあるのでワクワクしています。じゃあ次は、コメントね、質問が何個かあったので、それをシェアしたいと思います。3つシェアしますね。1つ目は英語の字幕をつけてもらえませんか。そう、これは本当にごめんなさい。今の私の英語力は十分ではありません。不十分です。そう、だから今は英語の字幕をつけることができません。でも将来もっと英語ができるようになったらつけたいと思います。じゃあ2つ目は、日本人は普段このように話していますか。このようにというのは、まあ、私の話しているように、私の話し方で話していますかという質問ですね。私が普段日本人と話すときはもっと速いスピードで話しています。今このビデオでは少しゆっくり、そして、はっきり話すようにしています。そしてなるべく難しい言葉は使わないように話しています。でも私が大切にしていることがあります。それは自然に話すことです。自然に、そう、ナチュラルな話し方で今話しています。教科書の話し方ではありません。私の話し方はビジネスシーンで話す日本語ではないと思います。人とコミュニケーションを取る時の日常会話の話し方ですね。なんか丁寧だけど、でもちょっとカジュアルな話し方をしています。そう、そして
文法を間違えてしまうことがたまにあるかもしれません。それは本当にすみません。ネイティブでも文法を間違えることはよくあります。そうだから皆さんも文法を間違えることをあまり心配しないでくださいね。ネイティブでもわからないことはたくさんあります。私はこのビデオですでに間違えています。そしてお菓子を食べながら見れる日本語のビデオ、見れるではなくて正しくは見られるです。見られるが見れる、食べられるが食べれる、来られるが来れる、このようにラを取って間違えて言ってしまう言葉をラ抜き言葉と言います。ラ抜き言葉は文法的には間違いです。だけど会話をするときによく使われます。特に若い人の多くはラ抜き言葉を使います。私もよく使ってしまいます。でもビジネスシーンなどでは使わない方がいいです。じゃあ3つ目、これは質問ではないんですけど、直子さんの口癖はそうですね。そう、こんなコメントが来ていました。そうなんです、私の口癖、よく言う言葉、いつも使う言葉、そう口癖、私の口癖はそうです。そう、他の動画を見ればわかると思います。私は動画の中でそうという言葉をとてもよく使っています。もうね、そう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 って、そう、そうという意味は、英語の right という意味ですね。だけど私がたくさん使っているそうには意味は特にありません。そう、私はこの今動画を撮影しているとき、とても緊張しています。そう、動画を一人で撮影しているととても緊張していて、シーンとなるのが怖いです。そう、シーンって。そう、このシーンというのは、音が全くない状態を表します。今、私は一人で話しています。そう、私とカメラですね。だからシーンとしています。それが怖いので、私はいつもそうそうそうと、話してしまいます。でも私はちょっと使いすぎているので、皆さんは真似しないでくださいね。そう、じゃあ今日はこれで終わりです。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。そして、本当にいつも温かいコメントをくれてありがとうございます。じゃあ次のビデオを楽しみにしててください。ありがとうございました。バイバイ。括弧に入る言葉は何でしょうか？皆さん、口癖はありますか？じゃあお疲れ様でした。またねー。